はい、今日もあなたと百姓天国本日は10月の10日1010並びですな。昔はだけどさ、10月10日って体育の日で休み、それが昨日のなんかカレンダー見たらスポーツの日になってるんだよね。体育の日がスポーツの日になったのね。知りませんでした風が強いね。秋です皆さん。はいはい、よいしょ。この糞は何ですか？野犬じゃ犬じゃないかな。ハクビシン、もうちょっと大きそうな動物だね。はいはい、さあそんなわけで、軽トラが2週間、今週で3週目、何の連絡もないです皆さんまあね、農業をやるにはね、軽トラって動作って必須なんですけど、この箱番でね、それはやってやれないことはないんですけど、でもね、まあ農業者の人なら皆さん分かると思うんですけど、それはまあ都合悪いわね。しばらくはしのげますけど、まあね、どうなるんですかね よいしょ。さあナスはどうですか。でも花咲いてるよね。ね、あ、追肥をしようとか思ったけど、なんかなかなかちょっと手間になってきたね。そこまでしなくてもいいかなという感じですか。ちょっとやっぱり冷えてきたのでね、温度が下がってきてるから、その分やっぱり実つきも今一つですか。今日はちょっとあれですね、先週まではちょこちょこ出せましたけど、今週はちょっと出せない感じですかね。はい、今年はそういえばカメムシが多いって言ってましたね。どうですか皆さんとか、カメムシこの大きさで取るのはちょっと申し訳ないけど、割れちゃってんな、ないからね全然ね。いやちょっと見つけ悪いねやっぱね、さすがにね。ちょっと小さいけど他にないのでね、出しちゃいますけど、よいしょ、以上かな。ちょっと少ないね、ちょっと少ないですが、まあしょうがないね。そういえばウイルスのその ワクチンとかってなんか来たりしたんですよ。もう打たなくていいんですか。はい、私は別にどっちでもなんだっていいんですけど、皆さんが打てと言うなら打つしね。私自身は別に何のこだわりも何も、国が打てと言うんだったら打ちますし。なんとなくもう今回から有料になるの、詳しく見てないんでわからないんですけど、なんとなく雰囲気的にもう打たなくてもいい雰囲気だからね、なかなかこの忙しい中ね、行くのも大変ですからどんなもんなんですかねと思いながら、
僕は何でもどっちでもいいんですよ、はい、何も考えてないんですけど、そういうことを考える時間も余裕もないんですけどね。どっちかというと皆さん決めてほしいなって感じですよね。僕は野菜を作って売ってるだけの百姓なんで、医療系のことは何もわからないんでね、はい。オクラ取るかな、オクラどうですかねえ、あんまり良くないかな。さあ10月の10日ね、端境期ですね。端境です。夏野菜から秋冬野菜と移行する時期のことでね、これが春とね、秋冬から春夏に変わる3月4月ね、対して今度は夏ね、夏から秋冬へ変わるこの9月10月、この年2回やってくるんですね。でまあね、そうですね、関東でやってた頃はね、まあ10年ぐらい経った時ぐらいから別にね、もう端境期だからどうのこうのっていう、ほぼ克服できた感はあるんですよね。いろんな野菜を見つけることがで、特にどっちが厳しいんだろうかな、やっぱり関東だと3月4月が厳しいですかね。秋から冬のこの感じの方はまだね、なんかやっぱり特にレタスや春の白菜をね見つけることができたのは割と大きかったですかね、はい。今日は捧げが取れないかなって感じなんですけどね。空心菜もどうかな、向こうで取るか、向こうで取りますか、向こうで取るか、はい。ということでここはもうこれまでだな、はいはい。今日収穫出荷終わってからなんかでも雨降りそうですね。やっぱ畑がね本当にコンパクトというかはっきり言って狭いのでやっぱちょっと正直やりにくいですよね。狭すぎるんですよね畑がね。これで一旦ないですからね。やっぱ2ターンぐらい、1枚2ターンぐらいが一番やりやすいですよね。2ターンから4ターンぐらい、まあ僕のようなねこうやってセット野菜をやってるオーガニック農家であるとやっぱり最低畑2ターン600坪以上は欲しいんですよね1枚ね。そうするとで奥行きのこの畝の長さが大事なんですよね。だいたいまあ40メートル50メートル、最低でもやっぱり30メートルは欲しいですけど、これだとちょっと短いんですよね。ここで25メーターぐらいでしょうかね。まあ今はまだねそんなにまだ2年目ですからまだガンガンやってる感じじゃないけども、やっぱりだんだん慣れてくるとねやっぱり狭いですよね、はい。こっちもそうですけど、こっち真ん中に木があってね、奥の方がちょっと広いんですけど、木がなかったとしてもここで2ターン弱ですよね、木のところでね半分に畝を割ってるんですけど、ここが狭いですよね。ここが本当に20メートルちょっとぐらいしかないので、こうなってくるとね、ちょっとここは縦長い。だからここ合わせて、ここで合わせて2ターンちょっとぐらいですけどね。まあ、しょうがないですけどね。ぼちぼち、来年3年目でね、ある程度畑をね、もう固める時期に入りますので、土作りの雰囲気とかね。で残念ながらやっぱりね戦力外の畑が多いんですよ今もうね耕してるだけっていう、ここはおそらく僕はここは今後ね10年で20年
ね、農業やる上において、おそらくここはもう絶対作付けないなっていう畑は一箇所あったりするぐらいなんですよね。そこはもう多分堆肥を入れるまで、なんていうかな、堆肥を入れて、ね、堆肥を年単位で入れて土を作ったとしても多分できないだろうっていう、だとしたらもう最初からやる意味ないですよね、うん、っていうような畑が一箇所あったりね。あとやっぱりそれに近いような、ここはもう土作りをする意味があるのかなって、やったところでね、何ができるのって言って、さつまいもぐらいしかできないんだったら、わざわざね、ぬかをたくさん入れて、まあぬかたくさん入れてね、人参ぐらいだったら助かるんですけど、さつまいもしかできないんだったら他の畑使えばいいし、そんなにね、さつまいもとうと大根ばっかり作る専業農家でもないしね。だから難しいですよね。借りたい畑はそこそこあるけどね、例えばこの隣のとことかね、ここだったら多分ここと同じぐらいのポテンシャルがあるので、ある程度のポテンシャルがあるところを借りたいんですけど、ここは貸してくれなかったですね。まあ狭いんでね、別に借りたところでどうってことはないんですけど、ただつなげられるとね、今度はこっちの畝にするとここが40メーターぐらいありますから助かったりね。だから借りたいところは借りられないしね戦力外のところは何枚かあるしっていうことでね、やっぱりなかなかこの辺は難しいですよね、新規収納っていうのはね。まあその中でね、やっていかなきゃいけない。これでもまだどうですかね、条件的にはそんなに悪い感じではないですね、畑の方はね、まだ楽な方だと思います、ただやっぱり、以前いたね、千葉のあの条件に比べればやっぱり3割ぐらい条件はやっぱり良くないってことになっちゃうんですよね。はいはい、言うほどなんか水はけが悪い、なんかもう常に水が溜まっているような畑というのは今のところないんで、それは助かってるんですけどね。もうやっぱりこう、なんていうんですか、西日本の多くは場所によってはね、もう本当に田んぼと変わらないようなところって割と多いわね、みたいですよね。はい、それに比べるとまだマシかなって感じはするんですけど、ただやっぱり今年一箇所ね、またコルゲートパイプを埋めなきゃいけない場所も一箇所あって、でまあだからそういう意味ではね、今後10年単位でどこの畑からね、土作りをしていってっていう、でどこら辺までで落ち着いてっていうね、そこのところの計画はしっかり立てようかと思ってるんですけどね。それでどうですかね、1軍から1軍半ね、なんとか2軍、まあ一応1軍のベンチに置いていかなきゃいけないっていう畑は、まあね、どれぐらいになるかな、そういう畑が最低でもやっぱり2ヘクタール弱ぐらいないとちょっと厳しいですよね。だから最終的には3ヘクタールぐらい集めてね、2ヘクタールがある程度1軍から1軍半、残りの1ヘクタールはまあ2軍でもいいけど、さつまいもとかね、大根とか落花生とか、そういうまあまあほとんどあんまり肥料分が いらないけど、まあなんとかでき、 なんか野菜は葉物とかね、それぐらいはできるっていう畑が1ヘクタールで、合わせて3ヘクタール弱ぐらいっていうのが多分ここの場所での最終的な持っていき方なんだろうなっていうのはありますね。はい、だそういう意味ではその新規収納っていうのはどんなふうにどういう形のそのゴールを設定するかっていうのがすごく大事だなというふうに思ってますね。まあまあまあ僕の場合は露地野菜がメインですけど、ここに例えばねハウスとかを借りて、そこで例えばイチゴとかをやるとか、そういうのが入ってくればまた別でしょうけどね。ただまあ僕はもうそこまでやるとしたら人を雇ってスタッフ入れてやるとかっていうことになると思うんですけど、そこまでやる元気と体力とねえ、その農業講座の方もあるし、で月に1回関東行くっていう流れは多分来年以降ずっと続きそうなので、そういうことも含めてね、新規収納ねえどうなるかね。まあいろんなね、今ようやく今年のこの農業講座から来年に向けてね、新しいことをまた始めていきますので、それがどんなふうにこうねつながっていくのかっていうところも含めてね、まだもうちょっとこう様子を見ないといけないですよね。だから来年3年目ですけど、多分まああとプラス2年で5年ぐらいしないと、例えばここにね百姓図カフェ2号店を出したいわけですよね、いずれね。そこでもどう絡んでくるのかと、
いうことになってきますよね。はい、多分飲食は、もう正直言ってね、出すとすれば、飲食店を出すとすれば、おそらく関東ですね。はい、残念ながらね、正直この中部地方、例えば中部地方の一番の都会って言ったら名古屋ですけど、じゃあ名古屋の駅前に飲食店出すかって言ったらね、そこに出すんだったら関東に出した方がいいよねっていう感じですよね。ただそうなるとそれもまた大変ですしね。だったら近場の一番近いところで言うと、可能性とするとやっぱり京都とかね昔僕はだから京都で飲食やってたので、京都で勝負をかけてもいいのかなっていう気もするんですけど、その時間があるかですよね、僕にね。距離は近いですけど、三重県と京都はね。でも毎日行くわけにいかないじゃないですか、畑やりながらね。だからその辺とかね、いろいろ今だからすぐってわけじゃないですけどね、5年後とかに百姓図カフェをどこに出すかってなるとね、そこまでの時間とあれを作らなきゃいけないっていうことでね。はいはい、まあ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 、そんなことでございますね。まあ農園の方はこれでなんとかかんとかちょっと道筋は見えてきたかなという感じですね。でもまだまだもうちょっと先がありそうですよね。はい、畑の方はね、だんだんこの新しい新規収納5度目でのこのね、農園展開の仕方っていうのはちょっとね、土作りも含めてようやくだんだん見えてきてます。でもそれでもやっぱり6割7割だな。まあ来年3年目でね、一回ちょっと固めようかっていうのはね、何回も言ってますけど、そんな感じでね。だからこう新規収納って、こんな感じで進めて、まあ僕の場合露地野菜ですけど、それぐらいこう落ち着いていかなきゃいけないんですよ。だから1年目にね、ズドンとなんか何千万とか借金してドーンとかっていうやり方ではないので、まあそういうやり方をされてる方もいっぱいいるとは思いますけど、僕のね、こういうようなこういうこうポツ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 やっていく、まあ今年ほら2年目で、今年はほら保冷庫をね、設備投資ズドンとしましたけど、これが2年目で終わったので、今年の冬ね、今芋掘り機とかね、まあそういうのをだいたい5年以内で揃えていけば、もう大きな機械とかっていうのはほとんどもういりませんのでね、10年もすれば土ができてきて設備投資もほとんど終わりましたとなると、あとはもう元を取っていくだけなのでね、はい、早いとこそういう段階に来れば、ようやくこう撒いた種を刈り取るというところでね、経費もどんどん下がっていきますので、はい、今はガソリンがこう価格が高騰したりね、マルチの値段とか農業資材どんどん上がってますけど、使う量を減らしていけばいいだけのことなので、まあ昔よりかはそれは多少経費はかかりますけれども、それでも使う量を減らしさえすればね、トラクターなんかもね、オーガニックの不耕起栽培を7割にしてしまえば、多分昔よりかは下がるような気がするんですよね。はい、まあまあそんなことでございます。だからどんどんね、対策していけば、はい、とそんなようなことでございます。それではまた。